神経の興奮と、もう一つはさっき言いました体力が落ちるというこの2つなんですね。で、加齢してくるとどうしてもですね、交感神経興奮してくるんです。だから低かった血圧が上がったりとか、今までなかったような症状がちょっと出るようになったとか、そういうことが起こってきます。これはですね、しょうがないんですよ。人間死のうというふうになった時には交感神経が働きます。で、人間おぎゃーっと生まれた時から死ぬところに向かってるわけですよね。必ず死にますから、世の中で今まで真の始皇帝も全て死んだんですね。ということは死ぬのがゴールなんですよ、生まれた人。でそれが限りなく自分の実体験というかですね、目の前に現れるのがやっぱ50、60過ぎてからです。だん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 死ぬのが近づくようになってきますから、それに伴って交感神経というのはすごく働きを強めてくるんですね。だから若い頃は、交感神経が働くというと何をやったか、例えばサッカーの試合をやりました。そうすると心拍数も上がってドキドキして、うわ大丈夫かなとかね、剣道の試合で相手に面を、いやこれも、交感神経興奮しますよね。それから可愛い女の子がいたからちょっと声かけようかなと、これもすっごい交感神経がドキ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 するわけですね。で今度は女の人が、彼氏見つけたと、で私この人と結婚するのかしらと。ところがですね、恋愛中っていうのは、強迫神経症という症状と同じなんです。これはものすごく交感神経が興奮します。いつ振られるんじゃないかと、でドキドキしなきゃいけないんですね。でこれは交感神経の興奮ですから、痩せてきます。唾液も出ません。食べても美味しくない。それから目はギラギラしてくるんですね、交感神経が働くと。ですから女の人が、まあ年頃になってこう急にポチャポチャしてたの急に細くなって目がキラッと光ってなんかこうツヤツヤしてくると、あんたいい人できたんじゃないのこう言われるでしょ。あれはね、交感神経が興奮してるんです。強迫神経症って言っていつもこうやって脅かされてる状態なんですね。最近はそれが男の人になったんですね。振られるのが男になってるもんですから一生懸命金稼いでボロボロになって、稼いだ金貢いでボロボロになって、振られてボロボロになってと、なんか男はかわいそうな、なんかそういう人間になってしまったんですけど、まあ少なからず女の人もですね、そうやって、まあどちらもそうですかね、その恋愛して結婚しようかなっていう時期になると、交感神経興奮するんですけど、まあそれは一時期なもんですね。とか年齢で60が70、70が80、80が90とかなってくると、どん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 交感神経が強く働くようになります。血圧も上がったりします。だこれは何とかして抑えなきゃいけないんですよ。ですね、1番目、加齢で働きを強める交感神経。年齢がいけばいくほど交感神経が強く働きます。まあ私いろんな活動やってるんですけど、若い先生たちとかですね、それから駅前で治療院をやってる先生とか、いろんな先生とこうお話をするんですけど、どうもうちは中高年の患者さんが多いっていうのに気がついたんですね。今日もハッとこうしてみるとですね、平均年齢がやっぱりそういうことになってますので、この話題はやっぱり銀杏治療院ならではなのかもしれません。まあよその治療院でも高齢の方いらっしゃると思いますので、参考になればと思うんですけど、若い頃のように風邪ひいて風邪が治りにくくなったんですね。どうですか皆さん、若い頃は一晩寝たら風邪ってパッと良くなったんじゃないですか。20歳とか30ぐらいまでは。最近はぐずぐず、まあまあコロナもありますけどね、コロナでもそうですよ。若い人はもう息子なんかです、熱がファーって出たかなと思ったら次の日はもうテレビ見てのんびりしてますから。私 2,3 日頭痛いなとか、なんか辛いなとかこう言ってるんですよね。全部交感神経異常興奮の症状ばっかりなんですよ。だから治りにくくなる、怪我をしても傷の治りが遅い、
私もあのアウトドアの生活が好きなもんですから、釣り行ってね、崖から落ちたりとか、サーフィンやってざっくりフィンっていうので切ったりとか、いろんな怪我したんですけど、若い頃はねこうやって押さえておくんです。はっと見たらつながってるんですよ。今はですね、何回もこうやってダメですから、まあ、今は最近あの傷パワーパッドっていうのがあって、それでこうペタッとやっておくとまあまあいいんです。それでもやっぱり治りが遅いなっていうのは感じますね。傷の怪我の治りが遅いで、血圧が上がった、私昔血圧100とか110ぐらい、アレルギーの体質でしたから、まあ、低かったんですけど、今130ぐらいになって、もう今の方がよっぽど体調いいです。そういう面でもですね、アレルギーの症状は本当少なくなりましたから。お酒を飲んだ翌日が辛いと、これ肝臓の症状やなんかねの人がいると思うんですね。でお酒の量が減りましたとか、酒の種類が変わったというような人もいます。こういう人はもう肝臓が大体おかしくなってるんですね。徹夜ができなくなった、あれですよ、あの眠れないんじゃないんですよ。時々いますよね、先生なんか最近眠れないんですっていう人いるでしょ。あれじゃなくて、仕事で徹夜をするというのができなくなったということ。眠れないんです私って言ってる人はですね、あのよく見ると結構寝てる人もいます。眠れないんですっていう人はですね、2ヶ月ぐらい治療したことがあるんですね。とにかく、ね、寝てない、2ヶ月治療します。見たら治療中寝てるんですよ。それでもう寝せてたんです、頭きたからですね。30分ぐらい寝せてました。でもう起こさないと次の患者さんが来ると思って、なんとかさん起きてください、うん、あれ先生今私寝てましたって言うんですよね。寝てますでもそれ言った途端、次回からもう治療来なくなったんですね。あれ黙ってよかったのかなと思って、ね、もう営業下手なんですよね。寝てますよねって一言ダメ押したもんだから、もうすっかりもう、ああ私は寝てるんだっていうのを気づいてしまったんですね。そういうのじゃないんですよ。仕事徹夜ができなくなった、車の運転が嫌になる、ね、昔はねドライブが好きで、どこまで行ったあそこまで行ったっていうのはね、まあ、車の運転はもう息子にさせようと、もう電車で行こう、バス旅行がいいよと、ね、そういうふうになることがあるんですね。食べ物や飲み物の思考が変わるんですね。しょうがないです、あっさりしたものがいい、これはもう消化液が出なくなってるんです。だから食べ物が変わるんです、もう食べられなくなってしまうんですね。だから和食中心になるとかいうのは、やっぱ消化しやすいものが欲しくなってくるんですね。だこってりしたものがダメとか、お肉よりも魚がいいかなとかですね、魚よりももう野菜だけでいいかなというふうになってしまうこともあります。階段登って息切れする、今まではタタタタタタって一段飛ばして登ってたのが、最近は途中で息を止めないと整えないと上がれない、これも心臓が疲れてきてるんですね。血糖値が上がって糖尿病が心配、私ね、あの血糖測定値測定器があるんですよ、それ持って5、6人、まあ同じ弁当を食べても、まあ例えば今日でもいいですよ、こんな中で幕の内弁当をみんな配るんです。で大体同じように食べてもらう、で自分で血糖値測定してもらう、で1時間2時間測る。若い人はねスーッと血糖値落ちるんですよ。30分1時間バーッと上がる、ぐーっとこう下がるんですね。ところが糖尿病じゃないんですよ、60、70、80ぐらいになると血糖値がふーっと上がったまま、糖尿病じゃないんですよ、なかなか落ちないんです。もう血糖値を下げるためのインシュリンの分泌が悪くなったりとか、肝臓とか腎臓とかそういう他の臓器も働きがちょっとね弱くなってるんですね。でこれは交感神経が興奮すると内臓の働きってちょっと能力落ちるんです。内臓の働きっていうのは副交感神経がコントロールしてますので、ああこういうことなんだなということが分かりました。最近では血糖値っていうのは若い人と中高年と高齢者では若干こう数値が違ってもいいんだよっていうのは言われるようになってきましたですね。何でも120とそうじゃない、高齢者は若干120が130、40に上がることあるんですよ。その50が60、70になるとこれもだんだんまずくなってきますから、何かやって落としていかなきゃいけない。もう
あ、うちないな、ここないな。うち菊芋作ってるんです。大塚さん、菊芋がなかったね今日菊芋の話してるんでね。菊芋を飲む食べると血糖値が、インスリンの分泌が良くなって便通が良くなって血糖値がスッと下がるんですよ。こんなもんで良ければ非常に便利ですので。ああ来ました来ました。大塚さん、そこお茶があると思うけど、お茶持ってきても、僕お茶ついたら置いてきてしまった。なかったらついてもらえますか。すいません。血糖値が上がる、糖尿病は心配。こういうのはもう菊芋でも飲んで時々清潔しやくするぐらいで、本物の糖尿病じゃないからこれで OK ですから。でもほっとくと本当の糖尿病のスイッチがパチッと入ることあるかもしれませんから。 ありがとう。でこれは菊芋ですよね。でこれ結構入ってるんですけども、食事の代わりに食べていただきたいもんですから、量をたくさんにしております。で、これはもう後でお話しますけど、便秘にも良ければ下痢にもいいんです。便秘には便を作る、そういう善玉菌にものすごいいい餌になりますし、下痢の人には水分調整をしてくれるんですね。で血糖値も、下げてくれる。これは便の調子が、腸の調子が良くなって、その調子の良くなったっていうのを膵臓にシグナルをパッと送るんです。そうするとシグナルを受けた膵臓からインシュリンがふわっとこう出やすくなる、こういうメカニズムがあるんですね。NHK でこれやってました。試して買ってもう今ないですけど、師匠が言ってました。で便秘になると、だから胃腸の働きが悪くなるから便秘になりやすいんですね。でコロコロ便ばっかりになってしまったなんていうのはこのお腹の状態です。食べ物もあるんですけど、お腹の中の発酵の状態が悪くなると便がだんだん悪くなる。トイレが近い、夜中のトイレが増えると。はい、裏のページいきましょうかね。こういうのは交感神経の興奮と、交感神経興奮すると、白血球中の下流球がすごく増えて、その下流球が代替わりをするときに活性酸素をすごく発生させます。だから黙って活性酸素が体にたくさん発生するようになるんです。これはしょうがないんです。そうでもしないと生きていけませんからね。ただ無駄に活性酸素が増えてるから、それが私たちの体を、加齢を助長させると、こんな作用になってしまうんですね。この89歳男性の膝が痛くて歩くのが辛いっていうのがありますけど、膝の治療が一つですね。膝の治療っていうのは、膝がこの人の場合、例えば水が溜まって腫れてるっていうツボは異形の内定というツボです。これこっちか、ここに異形というのがあって、足の甲にですね、ここに水を抜くツボがあるんです。全員は抜けません抜ける人は抜けます。治療する前に膝をこう触ってもらう。こっちはこのくらいだけど、こっちは腫れてますねと、水が溜まってるっていう状態ですよね。でそれを足の甲、足の人差し指と中指、第2指と第3指の間の足の甲、内底っていうツボがあるんですけど、その辺にこう押さえて、すごく痛いところがある。そこに鉛筆芯1個貼るんですよ。自分で貼る場合、なんかこう探す場合、こういう棒でこう押さえてください。無機質なもので押さえると痛み分かりますから、家族がいれば誰かこう痛いところ探してもらって、そこに鉛筆にポッと1個貼ってください。で10分から20分置いて膝をこう触ってみて、のパッとこう柔らかくなってるというのがたまにあります。だからこれ、今から膝の水が抜くツボに針しますからねとか言わないんです。腫れてる、ちょっと今の覚えておいてくださいね、ちょっとこう、そこが痛いですね、はいはい、足の甲にちょっとパッとこう鉛筆貼って、で、その間僕はこっちで治療の準備してるんですね。で5分10分こう無駄話してるでしょ。で足ちょっともう一回触ってみてください。触りました、どうですか、やっぱ腫れてます、そうですか、残念だったな、効かなかったんだって、でこうパッと外すんですね。もう外したらもう捨てるんですね、もったいないなと思いながらね。でも貼ってどうですかって言って、なんか柔らかくなった気がすると、
で足動かしてください、お動きやすくなってるという人がどのくらいでしょうね、3人に1人ぐらいだ、もうちょっとぐらいいます。こんなのも NPC1 個でよくなるわけですから、帰ったら自分であのちょっとここだって言って丸つけといてやるから貼っといてくださいというだけで随分変わったりします。でこんな治療とね、あとは息切れのうち、階段登ると息が切れると、でこれは手の小指です。で心臓の、筋肉の疲れを取ってやるっていうのは手の小指の H3 というところが、いいわけですね。1、2、3ページ目ですね、裏側ですね。2番目、活性酸素が発生するんです。残念ながら人間の体はですね、もう深呼吸しただけで吸った酸素のいくばくかは活性酸素に変わるって言われてますでしょ。さっき言ったように体を守ってくれるはずの白血球の中の顆粒球っていうのがだいたい3日か1週間ぐらいでもう壊れるんですよ。で新しいのが生まれるんです。こう免疫細胞がどん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 入れ替わりしてるから、いつも新鮮な状態で敵が入ってきた時にわーってやっつけてくれるんですね。そのわーって言ってやっつけてくれるっていうのが、なんでやっつけてくれるのかっていうと、自分の体の中に入ってる活性酸素でわーってやっつけてくれるんです。だ活性酸素は言いようによってはオキシフルみたいなもんで、バイ菌を殺してくれるんですよ。いらないものをね、いらない細胞やなんかも殺してくれるんですけど、やっぱその3日か4日か5日ぐらいで壊れて新しいのに変わるっていう時に、やっぱその壊れた時に活性酸素が出るんですね。で高齢な人ほど交感神経が興奮しますので、その活性酸素を発生する顆粒球の比率が、まあ、ものが多くなってしまうんですね。なんで多くなるんだろうと僕も思うんですけど、まあ、質が落ちるから数でカバーしてるのかもしれません。若い人はやっぱり全て血液の質やなんかもやっぱいいですから、少数精鋭でバリバリやってくれるんですよ。年寄りになるともうそうもいかないから、もうとにかくもうダメなやつもひっくるめて、もうみんなで体当たりしていけみたいな感じですよね。分からんことはないでしょ。ヨボヨボのじいさんでも5人いきゃなんとかなるわけですからね。若いのは1人で行ってボンとやれば俺勝ったぞということになるんですけど、まあまあそういうことじゃないかと思います。ただその分自分の体も傷つけるということで、その活性酸素を余分の分を何とか消去しようと、まあ、これヒドロカシラジカルっていうのが一番よろしくないっていうふうに言われてるんですけど、それを水素は選択的に消去してくれるっていうのがなんかだんだん分かってきてるみたいで、それをまあ下の図にこう書いてますよね。活性酸素が組織をこう破壊するんだと、まあ、これは活性酸素が破壊するわけですから、これなんとかこう水素で、やりすぎないでねって言ってるわけですね、水素で。ああ疲れたな、若い人でもああ疲れたなっていう時には活性酸素がたくさん発生しすぎてるんです。例えばサッカーの試合をしましたとか、今度はマラソン出るのに毎日走ってますとか、なんかやりすぎたっていう時は余分に活性酸素を発生してますから、目はランラン、体はなんかパキパキしてるけどなんかぐったり疲れてるという状態の時には、この水素を飲んでもらうとそれがスーッと楽になります。どんな感じかっていうと、あ風呂に入ってはーってこうのんびりしたような感じですね。なんかこうついてるものがさーっと落ちてる感じです。まあ、別のものがついてるんだとこうやってお祓いかなんか行った方がいいのかもしれませんけどでも疲れはスーッとこう水素で落ちますので。でもですね、高齢者の場合はそうはいかないんですね。中で壊れてしまっているものがあるんです。腎臓であったり肝臓であったり、婦人科の子宮とか卵巣とかそういうものも壊されたりとかですね、壊れているものがいっぱいあります。例えば目とか脳でもやっぱりいろんなものが壊れてきますから、それを修理しなきゃいけない。それを修理するのはアミノ酸です。全部体っていうのはタンパク質でできてますので、このタンパク質の中でも遊離アミノ酸といって、血液の中を自由にこう血液の中に入ってこう回ってるやつがいるんです。それを遊離っていうのは離れて遊ぶっていうんですけど、アミノ酸が あそこ壊れてるなと思ってビューっていってペタッとくっついて修理してくれるんです。これが多い食品がいいと言われてるんですけど、私がこう作ってるこの肝腎要とかですね、壺丸ごととか、これは遊離アミノ酸がものすごく多いんです。
で世の中にアミノ酸がたくさんだって言って、いろんなあの食品メーカーなんかがバイオで作ってるんですよ。科学的に工場で作ってるんですね。で増やしてそれをこうアミノ酸ですって言ってる。そのアミノ酸は間違いないんです。ただ有利アミノ酸がどのくらい入ってるかっていうのは表記されてないんですね。で私のこの作ってるものは、1年間、玄米とか黒豆とかそういう穀物を発酵させるんです。発酵するとその麹の力でどん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 タンパク質が分解されてアミノ酸まで分解するんです。でそれを今度は濃縮するんです。水分やなんかを飛ばして濃縮するんです。それをこうやって袋詰めにしたりカプセルにしているのがこれですから、作り方が全く違う。同じアミノ酸って言っても、しかも有利アミノ酸って言って血液の中をこう巡ってくれるようなアミノ酸が空腹時にだいたい飲むと20分以内には全身に回るという実験結果がありますので、まあ飲んだらしばらくしたらふわっとこう元気になったりするというのはその有利アミノ酸が多いからなんですね。単体のそのタンパク質が分解してちっちゃくなってペプチドになってもっとちっちゃくなってはいアミノ酸になりました、このアミノ酸ですよって、それではないんですよ。もっとこう分解されて本当に自由に、やりたいことをやれる、そういうアミノ酸の種類が有利アミノ酸という種類があります。それなんです。それを僕分析するのに、週に1回ずつ、久留米の方の分析センターに毎週通ってました。そこの5000万円する機械はですね、その有利アミノ酸を測定することができるんですよ。で僕が作ったものが、どういう割合で作ったものがどういうアミノ酸のバランスで、その有利アミノ酸がどのくらいあるかっていうのが全部わかるんですけど、その5000万円の機械で一昼夜かかるんですよ。だから久留米まで行って今度は次の日の朝また行かなきゃいけないんです。で今回こういうふうになりましたって、今回こういう、その何回も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 やって、もう何十回もですよね。その分析所の先生たちが今度こうした方がいいよと、ああいうのがいいよとか、あそこのメーカーの方が来たけどこんなことやって帰ったよとか全部教えてくれるんです。もうそんだけ仲良しになってればですね。でその分析所を使うのもどういうことでそこの施設を作ってるのかっていうのはその先生方が見ればすぐ分かるんです。あ、この人は真面目にこういうものづくりをやってこんなことやってるんだなというのか、どっかの企業の、金儲け主義が来てでちょちょっとやって分析してるんだなっていうのがすぐ、まあ、同じ業種の人ですから分かるんですね。私ものすごく勉強させていただき、もう、まあ、1,2 年ずっとそこに行ってましたけど、こういうピペットの長いのこう使い方からね、分析のこうやり方から、ね、5,000 万円の機械買えればいいんですけど、とても買えないので、そうやって車ガソリン代使ってこう行って、その代わりいろんなものも教えてもらったということで結果的にこういうのができたんですね。だから自信を持って私も飲んでおります。まあ、皆さんにお勧めする前にですね。で裏のページ4ページ、丸の3番目、体はアミノ酸でできてます。だからあー疲れたなーという時は水素飲んでください。だから朝からなんか元気が出ないなー、なんか病気して体が壊れたなーっていうのが分かったり、運動をやりすぎて辛いところがあるなー、こういう時はアミノ酸を飲んでください。修理しないと、疲れ取っただけじゃ修理をしないと元に戻れませんので、それで高齢になって70、80になってくるともう壊しちゃいけませんので、まあ、日常からこういうの入れといてください。ちなみに脳梗塞とか心筋梗塞をやった人っていうのは、まあ6時間以内ぐらいに病院運んで点滴打つわけですよね。で血液をファッとこう流すようにします。詰まった時がところがパッと流れるようになった時に、まあ、それで意識も戻るし心臓もまあまあ良くなるんですけど、ものすごい量の活性酸素がここで発生する、血液再管流時の活性酸素の被害っていうのが分かってきてるんですね。でそれをこの水素が何とかするんじゃないかなっていうんで、それ病院でその水素をこうその点滴をしながら水素を吸わせるんですね。ちょうどいい具合の分量にして、そうするとその被害が少ないっていうのがだんだん分かってきてるんです。で一般のところじゃやりませんけど、その実験をしてるんです。じゃあ私もそこ行きたい、それ無理です、都合よくそこで倒れてくれりゃいいですけど、そんなことはない、福岡にもないですから。
だったらもう自主防衛で水素を飲んどく方がいいかもしれません。ですからその活性酸素がそういう悪さをしてしまうというのが残念ながらあります。で、私が作ったDHA ですね、これ DHA っていうのは、これ私が作って自分の飲むために作ったんですけど、これ DHA プラス C って書いてあるのはこのビタミン C 入れてるんですね。でビタミン C、 アムラっていう果物のビタミン C 入れてます。でなぜかっていうと、ビタミン C が活性酸素を一時的にバッとこう消してくれるからなんですよ。だから脳梗塞やってるような人にこれ飲ませたりとか、まあ、やりたくない人がこう日頃飲んでると、まあ、これ脳梗塞やる準備をしてるわけですよね。皆さん必ず何かで死にますので残念ながら何かで死にます。死ぬ数年前は何かやります。でそのために大体多いのが眼科、心筋梗塞か脳梗塞でしょ。で脳梗塞と心筋梗塞ってどれほども血管が詰まることですよね。がんはまあ何か変なものができてしまったということですから、で私がんになるんだと思ってずっと考えてたんです。でも違ったんですね。両親ともに脳梗塞やったんですよ。でガッとこの10年前に方向転換して、それまでずーっとがんの研究してたんです。でがんの先生とも付き合いあって、でここでもお医者さんに来てもらって、がんの治療もどのくらいやりましたかね、 7,8 年にわたって1000人近くやってきました。はたと気づいたら脳梗塞だったもんですから、困ったな。で今度は脳梗塞の研究を始めたら、脳梗塞の研究をしてもダメだっていうのが分かったんですね。これはもう皆さんも一緒ですよ。脳梗塞の研究をしても自分が脳梗塞になった時には治療ができないんです。自分がこんなになってますので予防しかないっていうのが分かったんです。で今のところこの手元に近くで、まあ、予防ができるのはこれだなというのが分かって、 DHA の開発をどん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 始めたんです。まあ、まだまだいいものがあったらどん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 探してます。今年も2月に博覧会が東京の方であったんですけど、それも行ってきて良さそうなのがあったから一社だけちょっと面談して話をしてきました。まだまだそれは現実的じゃなかったんですけど、まあ、将来見据えて良さそうなものがなと思ったらですね、変わるものがあったらまたこれ作ります。他人事じゃありませんから私のことですので真剣に作ります。そういうふうにして作ったのがこの DHA ですね。